ローマン・マルチネスは、プエルトリコの男子プロボクサー、ベガバファ出身、元 WBO 世界、スーパーフェザー級王者。世界王座を3度獲得し、卓越した技巧で相手の強打を殺すのが上手い選手だが、その反面ボディ打ちに弱く、終盤にかけて失速、または逆転負けを喫している。トレーナーは、ラウル・トーレス。 フェリックス・トリニダードの10枚のフレディ・トリニダードがアシスタントトレーナーを務める。2001年12月22日、プロデビュー。2006年11月17日、WBO ラテンアメリカスーパーフェザー級王座を獲得。2007年2月2日、WBO インターコンチネンタルスーパーフェザー級王座決定戦でフランシスコロレンソと対戦し、 二から一の僅差判定勝ちで王座を獲得した。2007年8月25日、ナボ北米スーパーフェザー級王座を獲得。2009年3月14日、イギリスのマンチェスターで WBO 世界スーパーフェザー級王者ニッキークックに挑戦し、4回 TKO 勝ちで無敗のまま王座を獲得した。以後、ミド防衛。2010年9月14日、 イギリスのスコットランドでリッキー・バーンズと対戦し、初回にダウンを奪うも、プロ初黒星となる十二回判定負けを喫し三度目の防衛に失敗、王座から陥落した。二千十二年九月十五日、ラスベガスのトーマスマックセンターで、クリオ・セサール・ジャベス・ジュニア対セルフィオ・マルチネスの前座で、エイドリアン・ブローナーの王座を剥奪伴い、ミゲル・ベルトランと WBO 世界、 スーパーフェザー級王座決定戦を行い、12回判定勝ちを収め王座帰り先に成功した。2013年1月19日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンシアターで、ミゲル・アンケル・ガルシア対、オルランド・サリドの前座で、ファン・カルロス・ブルゴスと対戦し、12回1から1の判定で引き分けたが初防衛に成功した。2013年4月6日、マカオのザベネチアン。 マカオウち個体アリーナにて、ランキング一位、ディエゴ・マグダレノと指名試合を行い、またしても終盤に失速したが三回に、コンビネーションでダウンを奪い十二回2から一の、判定勝ちを収め、二度目の防衛に成功した。二千十三年十一月九日、テキサス州、コーパス・クリスティのアメリカンバンクセンターにて、元 WBO 世界フェザー級王者で、WBO 世界、 スーパーフェザー級1位のミゲル・アンヘル・ガルシアと2試合連続となる指名試合を行い2回にガルシアからプロ初のダウンを奪ったが8回にマルチネスが右ボディでダウンを奪い返されるとリフェリーがそのままカウントアウトで試合終了プロ初の小負けとなる8回56秒小負けを喫し3度目の防衛に失敗王座から陥落した2014年4月12日 MGM グランドガーデンアリーナで、マニー・パッキャオ VS ティモシー・ブラッドリー第2戦目の前座で、レームンド・ベルトランとナボ北米ライト級王座決定戦を行う予定だったが、試合1週間前に病気にかかり試合出場を断念することとなった。2015年4月11日、プエルトリコさん不安のコリセオで、プエルトリコ・ホセ・ミゲル・アグレロットで WBO 世界。 スーパーフェザー級王者、オルランド・サリドと対戦し、2回にダウンを奪った後に、ローブローの減点が追い風になり12回3から0の、判定勝ちで1年5ヶ月ぶりの大坂エリザキに、成功した。2015年7月29日、ボクシングマネージャー兼アドバイザーのアルヘイモンと契約。2015年9月12日、MGM グランド・ガーデン・アリーナで、フロイド・メイウェザー・ジュニア VS。 アンドレベルトの前座で、WBO 世界、スーパーフェザー級3位のルランド・サリドと、再戦し、12回1から1位の判定で引き分けたが、初防衛に成功した。2016年3月23日、ユカタン州メリダの、ポリフォルム・サムナ・アリーナで、WBO 世界、スーパーフェザー級1位の指名挑戦者の、ミゲル・ベルチェットと対戦予定だったが、マルチネスが左手を負傷し、 中止になった。2016年6月11日、マディソンスクエアガーデンシアターで、プエルトリコデーのメインとして、WBO 世界フェザー級王者はアシル・ロマチェンコと、対戦。序盤からいきなり巧みなコンビネーションでのボディ打ちで、失速し何度もストップ寸前まで追い詰められ、最後は、左アッパーから、右フック一撃で失神させられ、カウンテッドアウトで、試合終了。 5回1分9秒小負けを喫し2度目の防衛に失敗王座から陥落した。2017年8月27日、ラスベガスの T モバイルアリーナにて、フロイド・メイウェザー・ジュニア VS、コナー・マクレガーの前座で IBF 世界スーパー・フェザー級王者ガーボンタ・デイビスと対戦する予定であったが、8月10日に減量失敗によるコンディション不良で欠場となった。ありがとうございます。